こんばんは、森本健太です。しまの輪イベントの一つ、さぎしま桜ウォークは瀬戸内海を望んで満開の桜が咲き乱れる、そんな絶景でお花見をするんです。行ってみたいですね。そしてテーマはもちろんこれです。あと4日ですよ。3月21日に開幕する瀬戸内しまの輪2014。広島、愛媛両県の瀬戸内海島嶼部を舞台に300以上のイベントが繰り広げられるんだ。楽しみだね。竹原市寺の海町、この本龍寺はお寺全体が美術館になった珍しい施設。ここには100年以上前から続く浴衣祭りがあるんだ。竹原にも浴衣祭りあるんだ。6月7日今年の場合はですね、に1日だけ、できればこの町外の人たちにも浴衣を着てその楽しみを感じていただける、そういう祭りにならないかなというふうに思ってるわけです。ただの海浴衣祭り、ぜひ来てください。お待ちしてます。そしてグルメを楽しみたい人には64の飲食店が参加するしまの輪カフェ、期間中お店ごとに瀬戸内の素材にこだわった特製のしまの輪メニューが提供されるんだ。ドライブにいいねそれ。こちらは尾道市因の島のアンパッソ。お役ないのが全てですね。これは島フリード。地元の農家から届けられる新鮮な野菜を使った自慢のパスタ。旬な食材を使うから季節ごとに違った味が楽しめるぞ。食べたい、これ美味しそう。採れたて野菜たちのレモンクリームパスタ、皆さん因島へ来てね。江田島市沖見町の夢嫌い、この家はですね、江田島の牡蠣を作ってる人、牡蠣屋さんにですね、プリプリの太った牡蠣が欲しいということで、旬で美味しいと思います。身がぎっしり詰まった江田島産の大ぶり牡蠣を石窯で焼いた牡蠣入りピザ、瀬戸内の絶景も一緒に味わうことができる。これまたいい景色のところでね、いいねこれ。本当に江田島の牡蠣は美味しいんで、皆さんに牡蠣を、地元の牡蠣を食べて堪能してもらいたいなということで、まあ、ピザに使いたいということで、そういうの工夫して作るようになりました。はい、小屋がいいとこ来たことない。皆さんどうぞ江田島においてください。健太君、今日はどんなことを感じたかな。楽しさいっぱいってことかな。3月21日瀬戸内しまの輪2014がいよいよ開幕です。楽しいイベントが盛りだくさんなんで、どこから行こうか迷いますよね。ホームページをチェックして、さあ出かけましょう。広島県からのお知らせです。切り絵を施した行燈で島を暖かく照らす島明かり宮島、ナイトメニューやガイドツアーなども行われます。期間限定の幻想的な宮島へ行ってみませんか。銀鱗パラダイス開催、大三島までの往復上級者コースと生口島までの初級中級者向けコースがあります。参加希望の方はお早めに銀鱗パラダイスまで。次回の広島発見 TV は、愛する地元を元気にする取り組み、地元オークプラスです。県内各地で順次開催されますよ。お楽しみに。